はい、皆さんこんにちは。生きの対談、日立の国不思議探検隊隊長のカッくんと隊長の宮子です。ここはどこでしょう。ここはね、日本町だっけ元宮市です。元宮市か。元宮市のね、小浜というところですね。はい、不思議な山の中なのに、小浜という地名の場所で、あとね、船崎神社っていう小さい神社があったり、で、ここは塩松神社なんですね。塩はね、お塩の塩でね、さっきちょっと通り歩いてたおじいちゃんになんでオバマなの、山の中のオバマだって言われました分かんなかった。でもここはほら旧街道、ここはね、こんな形でね、見えるかな、映ってるかな、旧宿場みたいになってます。すごいなんか登り、あの長いけど登りやすい。これをね、登ってきました。でこれが塩松神社。です。これ撮ります。はい。これがね、塩松神社の拝殿ですね。立派ですね。結構大きいです。屋根も綺麗にね、直してますね。屋根も、これはトタンかな、ガルバかな。うちの屋根と同じ。ガルバとも言いますけど。でね、いろいろ立派ですけど、なんで？あれ蜂じゃない？お、蜜蜂じゃない？蜜蜂が分蜂してる。分蜂なのこれ？その質があるわけじゃなくて。蜜蜂見えますか皆さん？これ分蜂した？あそこにね、巣があります。ちょうど。あの中入ってる。あの中入ってる。あそこに巣があります。すごい。もうここに巣箱持ってこいよ今度。はい、あのちょうどね、入りやすい。おね、そんな感じの、びっくりしました。神門は左三つどもえ。お寺のような造りです。間口1軒、2軒、3軒、4軒、5軒、6軒ありますね。広いですね。神社というよりはお寺の造りですね。本殿見ましょう。見える。本当にここは見えます。あ、立派。あれ、あの彫刻がなんかね、あの立派そうだったんで、ちょっと来たいなと思って来たんです。で、ここの石段も上がって。ですね。粋な黒部へ、神輿の松に。って感じだね。そんなに彫刻、写真では素敵だったけど、でも、もう綺麗な。この紋章さ、さっきもあったんだけど、このバッテン。これ二本松市の紋章なのかな、バッテン。このバッテンの紋章後で調べます。多分数字の5の天と地の間にある交差するものなので、光を表している可能性が高いので、後でよく調べてみます。境内者は分かりません。これ木です。あのクレオソートの匂いがします。ね。これこの石垣。うわ、積み方が。積み方がね。江戸時代？あれだよ。さっきも出てたさ。何でしょうか。高遠石区の人たちが積んだんですよね。ここを見てください。ここがちょっとね、見物だと思うの。こう斜めにほら。なってるのにこういう合わせて、これ作ってもそう、みんなね、ほらここもみんなすごい技術だから、元はこういわれのある神社なのよね。あそこの模様何、あれどれ、あ別にないか、特にないね。なんか落ちちゃったみたいね、あったけど、雰囲気的にそういう雰囲気。床は高く上げてあります。彫刻、特にね、ないけど、まあ丁寧な作りのように見える。すごく綺麗にできてるもん。そうだね。水の流れのようになってるでしょ。そうだね、そんな感じか。あ、何？あれ波に見える？そうか、あ、菊だね。波。まあ日本松の近くなんでね、菊人形は有名ですけど。ね、ちょっとボタンと、まあそこは普通の感じだけど、波はちょっと波がある場所のはずなのに波がない。波がない場所は波があって、そ
そうだね。潮松だからね。なんで潮松なのかと調べます。はい。なんか潮に関係あるとは思いますが。この灯籠も立派だね。屋根でかくて。本当。ね。うん、まあ、特にあのね、こういうのはね、古代史的な意味合いは全くないのでわすごいわーで終わっちゃうんだけど、ただ多分作り直されてるから、うん、もうわからない。あるとしたら、古代史的な意味合いがあるとしたらね、 あの灯台の代わりに使ってたということですかね。これなかなか可愛いんじゃない。これあら、柄が入ってるね。地模様っていうのか、菊の模様だね。やっぱ菊の模様だね。かわいいわ。屋根もかわいいし、うん、うん、ですね。こっちも菊がいっぱいあるよ、その隣は。うん、本当だ、菊があんだわ。同じような形。はい、はい。まあ、特に由緒も言われもちょっと書いてないので、わかりませんね。あ、車で上がれたんだ。車で上がれたんだね。ね、うん、下はね、うん、下は町があります。街道があります、うん、あ、これはもしかしたら漆と呼ぶやつでしょうか。そうですね、はい、砂だね、この辺も。もう、結構ね、うん、これ砂なのね、うん、うん。さっきのなんだっけ、どこだっけ、長屋神社のとこも砂だったね。なんかすごいいっぱいいんだ。すごいわ。さあ最後にまたうちが興味のある日本ミツバチを見て終わりたいと思います。すごい。ちょうど隙間がね、ミツバチが入る隙間なのよ、うん、でね、スズメバチは入れないって、ちょうど空いてんだわ、うん。おみこしが入ってるさ、うん、あの倉庫の中には蜜がいっぱい溜まってんじゃないかな。ですね。はい、皆さん、それではさようなら。さようなら。また愛知お会いしましょう。潮松神社の付近の海にちなむ地名を見つけたのでアップしておきます。日和田、黒磯、船橋、沖田、大網、それから今度は神社で、水戸神社、標高230メーターですね、フラットマップ。諏訪神社、明神神社、今日の潮松神社、それから東山寺と下の山下のところにある神社ですね。それから、またここはちょっとわからないんですけど、神社が2つあります。それから、雷神社。それから、八雲神社と、また、ちょっと名前がわからない神社があります。たくさんありました。